こんにちは。お金の寺子や運営チーム代表の登場です。今回は試験の直前期の勉強方法ということで、インプットを一通り終えた後、試験の3、4週間前から意識していただきたいことをお話ししたいと思います。試験の本番が近づいてきた時に、順調に勉強を進んでますっていう方は、比較的少なくって、 なかなか伸び悩んでますっていう方の方がほとんどなんじゃないかなと思います。なので、直前期に点数が思うように伸びないっていうのは別に悲観するべきことではないと思うんですけれども、いい意味で焦っていただくと言いますか、危機感は持っていただきたいなとは思います。そして、点数が伸び悩む理由についてなんですけれども、 もうこれは言葉を選ばなければ一つしかなくって、勉強する量が圧倒的に足りていないっていうことに尽きるんですよ。もちろん、勉強以外にもするべきことたくさんありますから、勉強時間を確保することが難しいんですっていう事情は、とってもよくわかるんですけれども、試験に合格するんだって決めたからには、時間を確保するっていうのはもう最低条件です。なので、 忙しくって時間がないからそれを言い訳にして勉強を避けるんではなくて忙しくって時間がないからこそ工夫して勉強しようっていうふうに考えるようにしていただきたいんです。でここで一つお尋ねしたいんですけれどももし今あなたが思うように点数が伸びないっていうことで悩んでいらっしゃるんであればそれは 全然勉強していない結果なのか、それとも、ちゃんと勉強しているのになぜだか点数が伸びないのか、どっちなのかをちょっと振り返ってみてください。答えが前者なのであれば、もうやるべきことは明確ですから、気持ちを入れ替えて本番まで悔いが残らないようにしてください。一方で、原因が後者なのであれば、 勉強方法をちょっと工夫する必要があるかもしれません。で、そこでおすすめなのが、これからは時間あたりの論点っていうものを意識して勉強に取り組んでいただきたいんです。で、僕が塾の講師をしてた頃も、勉強してるのに点数が伸びないんですっていう方結構いらっしゃったんですけれども、勉強してるっていうのは口だけで、実際には全然勉強してないっていうパターンが、 まあ結構あったというか、まあ、ほとんどそうだったんですよね。でもの、最近新しいパターンを見つけてしまって、の動画を見て勉強したつもりになっててえ、勉強してますっておっしゃる方が、これまだ結構多いんですよ。で、まあ、これは僕がいろんなとこで言ってることなんですけれども、問題って解く練習をしないと解けるようになりませんから、直前期になると、 動画を見て勉強したつもりになるっていうのはもう今日からやめてください。YouTube の動画たくさん上げている僕が言うのも何なんですけれどもあれはあの僕的には新規のお客様に出会う目的ですとかあるいは順調に勉強を進んでいる方向けに暇つぶしとして見ていただくっていうことを想定しているものであって点数を伸ばしていただくっていうことは 僕がアップしているほとんどの動画では想定してないんですよ。まあ、というのも、例えば20分の動画で伝えられる論点ってせいぜい10個くらい。まあ、10個あれば多い方なんですよね。で、人間って2日前のお昼に食べたご飯ってあんまり覚えてないじゃないですか。まあ、そんなに人間って忘れやすい動物なのに2日前の20分で見た10個の論点を2日後に いくら覚えてるかっていうと、まあ、ほぼほぼ覚えてないと思うんですよね。まあ、だからといって、まあ、2日前に見た動画をもう1回見て、長期記憶に留めようっていう方は、まあ、ほとんどいらっしゃらないはずなんですよ。まあ、1回見た動画をまた見ようってなかなか思わないので。ですから、まあ、はっきり言っちゃうと、動画を見ても点数ってあんまり伸びないんですよね。 まっさらな状態からなんか新しい論点を覚えようっていう時には、まあ、いろんな気づきを与えてくれたりあるいは理解を助けてくれますから動画で勉強するっていうのはとっても有用なんですけれども点数を伸ばしたい時期にやる勉強方法では基本的にはないんだと思いますでそこで意識していただきたいのが時間あたりの論点っていう考え方で 10個覚えたものを翌日に3個しか覚えてないんであれば、まあ、20分とか時間かけて10個の論点を覚えるんではなくって、まあ、なるべくたくさん100個論点を覚えて、翌日に30個定着させようって考えた方が合理的だと思うんですよね。なので、これからは1時間あたりどれだけたくさんの論点に触れることができるかっていうのを意識していただきたいんです。 まあ、そういう観点からも点数を伸ばしたいんであれば動画を見るよりもたくさん問題を解くのがいいんじゃないかなと思いますま。とはいえですよ、人間はいつまでも集中して問題を解くことができない動物でもありますから集中力が切れた時ですとかあるいは手は塞がってるんだけれども耳は開いてますみたいな時に動画を見るのはいいと思うんです。でもその時には 理解を深めるようなピンポイント解説みたいなものではなくって、知識を整理したり確認したりするタイプの動画、繰り返し見ることを想定しているような動画を見るのが一番いいんじゃないかなと思います。お金の寺子屋の動画で言えば、一分野を丸ごと確認する動画ですとか、有料の直前対策動画が当てはまるんですけれども、あれって、 1>, 1時間あたりに触れることができる論点が通常の動画の日じゃないくらい多いですから繰り返し繰り返し聞くと知識が定着すると思います、まあ、そういうわけで、まあ、直前期にはなるべくたくさんの論点に触れることを意識してみてくださいでちなみにちょっとだけお金がかかっちゃうんですけれどももう少し効率よく勉強しようとするのであればなるべくたくさん 質の良い,い論点に触れるっていうことを意識すると、より合格率は上がると思います。要するに、品質論点にたくさん触れるっていうことです。お金の寺小屋の模試ですとか、直前対策動画は、重要論点を凝縮してて、毎回かなりご好評いただいてますから、よければご検討ください。内容に比べると、めちゃくちゃ良心的な値段ですし、買って間違いないと思いますから、 動画の概要欄に貼ってあるリンク先でポチッと買っていただければ嬉しいです。おすすめの勉強方法ってよく聞かれるんですけれども、僕はお金の寺小屋の公式模試と直前対策動画以外には触れずに、あれだけをひたすら繰り返すっていうのが一番いいっていうのは自信を持って言えます。まあ、さて、あのなんかちょっと宣伝チックなことを言っちゃったんですけれども、最後に一つどうでもいい話をさせてください。 さっき人間は2日前のお昼に食べたご飯を思い出せないって言ったんですけれども確実に思い出す方法が一つだけあるんですよなんだかわかりますか答えは毎日お昼にお味噌汁を飲むと2日前のお昼には絶対お味噌汁飲んだって思い出すことができるんですよねあのこれが思い出してるって言えるかどうかってちょっと怪しくって 例えとして適切かどうかも若干怪しいんですけれども言いたいこととしては人間は繰り返し繰り返し同じことをすると定着するんですよね特に間違えた問題は毎日繰り返し解いたり聞いたりして試験まで後悔のない過ごし方をしていただきたいと思いますそれでは最後までご視聴いただきましてありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょう さよならチャンネル登録お願いします。